チャンネルは僕が大好きな車、バイク、それからモータースポーツなどなどにつきまして気ままにお届けするチャンネルでございます。よろしかったらどうぞ最後まで気長にお付き合いくださいませ。今回はアルファロメオのミトに乗っています。この車は2008年の6月19日ミラノのスフォルツェスコ城というところで発表された車でございます。スフォルツェスコ城というのは中世ミラノの有力貴族でありますビスコンティ家によって建てられたと言われているお城でございます。ビスコンティ家、アルファロメオの話をするとですね、何度となく耳にする名前じゃないかと思うんですけれども、アルファロメオのエンブレムですね、ミラノの紋章と、ビスコンティ家の紋章が合わさったというですね、あの有名なエンブレムの元となったビスコンティ家でございます。スフォルツェスコ城には、僕も一度だけ訪れたことがあるんですけれども、なんとも幻想的なというかですね、素晴らしいお城でございます。ミトの名前なんですけれども、その名はミラノでデザインされトリノで製造されるという、ミラノ、トリノとそこから取りましてミト。日本では2009年の4月にリリースされています。車格的には、すごく小さい車でして、B セグメントに属しています。市場では、スポーツプレミアムという位置づけでした。フィアットの少し上あたりでございます。実際にはですね、アルファレミアといいましてもフィアットのグランデプントという車がありましたけれども、その車とプラットフォームを共用している車種でございます。ですのでサスペンションはですね、フロントマクファーソンストラット、リアトーションビームというですね、グランデプントそのままの形式を踏襲しております。エンジンは直列4気筒を搭載しておりまして、 1.4 リッターのマルチエアターボユニットからはですね、パワーは135馬力、トルクは 19.4 キロという値を発生することになっています。なかなか力がありますね。トランスミッションはアルファロメオ初の6段のデュアルクラッチ式のオートマチックトランスミッションとなっております。そのトランスミッションが、ここにあります DNA スイッチというですね、3段階モードが変更できるスイッチがついているというところですね。ここにあるスイッチなんですけれども、スポーティーの方から、まずダイナミック、それからノーマル、特に悪天候、雪や、雨の時などに使用する、オールウェザーモードというですね、この頭文字を取りまして DNS ということになっています。これはなかなかですね、明確に特性が変わって面白いスイッチですね。今現在は、僕は、スポーティードライバーだと自認してますので DNS スイッチのダイナミックを選んで、しかもマニュアルですね、マニュアルモードですので、今5速に入ってますけれども、ステアリングの、裏についてますパドルスイッチですね、落としていくと4速、3速、2速
りして結構乗りましたね。まあ、一番驚いたのは、グランデプントってすごく乗り心地が柔らかくて、穏やかな性格な車だったんですけれども、まあ、日常使いにそれほど関係するところではないんですが、一点だけ欠点がありまして、何しろですね、アンダーステアが強かったんですよ。ところがなんですけれども、アルファレネオのこのミトに関しては、まあ、とにかくアンダーステアが軽くて、峠道に持っていくと、もう本当にグイグイ曲がっていく感じがしましたね。まあ、当時すごくこの車が欲しくて、まあ、今でも覚えてるんですけれども、で、まあ、今回まあ、ひょんなことからお借りして乗ってるわけなんですけれども、まあ、この車ですね、まあ、ちょっと先ほども申し上げましたように、まあ、当時の売りであったハイパワーなエンジン、それから、最先端であったデュアルクラッチ式のオートマチックトランスミッションですね。その辺はですね、まあ、今となってはですね、そんなに、珍しいものではなくなりましたので、じゃあ今改めて乗る価値が何かと言いますと、やはりスタイリングですね。この車のスタイリング、僕、3つほど特色がある、見どころがあると思ってるんですけれども、スタイリングそのものはですね、アルファロメオのジェントルスティーレでやっていると思うんですけれども、まずサイドビューがですね、すごく伸びやかで、まあ、優雅なというか妖艶なというかですね、まあ、この後の、ジュリエッタにもつながっていくようなプロファイルをしています。まあ、サイズ的には、コンパクトと言いながら、グランデプントで実証されているように、5ドアのハッチバックが、成立するサイズなんですけれども、これを贅沢にもですね、このフロントに長いドアを使って、3ドア化してます。この車はですね、まあ、フロントノーズ、低いフロントノーズから始まって、ある程度、前後もございます。僕が、今乗って、結構この頭上の空間も結構広いですね。で、さらに、後ろにですね、回ってみると、後にアルファレネオの、8C ですね、8気筒の、マセラティグランツーリスモとプラットフォームを共用した、クーペが発表されるんですけども、その 8C と同じ、テールランプが採用されて、すごく丸っこいですね、感じなんですけれども、つながっていくと。で、なんですが、サイドのですね、フロントフェンダーのホイールアーチ、それから、まあ、ドアはですね、比較的平面な感じなんですけども、さらにリアフェンダーに行くと、リアフェンダーに位置する、リアタイヤのホイールアーチにすごくこう丸いですね、デザインが施されてまして、これはですね、結局発表されませんでしたけれども、クアドリフォリオベルデのさらにスポーティーグレードで、GTA という名前が復活すればいいななんてね、まあ、業界各種でも、報道されていた通り、そういうこうプランがあったそうなんですけれども、まあ、もし仮に GTA が、作られたのであれば、そのですね、ホイールアーチを、ブリスター化して、よりスポーティーなプロファイルが成立したんじゃないかなと思わせるような、フェンダー形状になってます。まあ、全体的なシルエット、サイドビュー、それから、フロントフェンダー、リアフェンダーで、さらに、テールランプですね、後々もっと高額な、まあ、この車の10倍まではいかないですけれども、まあ、結構高額な、クーペに採用されるテールランプ、この3つがですね、この車の見どころじゃないかと思います。
思っております。まあ事前にですね、先ほど、まあ、いわゆるですね、中古車情報サイトをですね、いくつか見てみたんですけれども、未だにアルファロメオ2度っていうのは、残存率が高いというかですね、まあそこそこの台数がまだ売り物として市場に出回ってるみたいなので、もしこの車の形が気に入っている方は、買うじゃないかと思っております。まあこんな感じで YouTube でですね、誰に頼まれたわけでもないんですけれども、自分が好きな車、バイク、それからモータースポーツなどなどをですね、気ままにお届けしている孝太郎と申します。もしこのチャンネルを気に入っていただけましたら、チャンネル登録、それからグッドボタンで応援をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。